皆さんこんにちは。高岡子育て支援センターの前田です。船竹です。今日は音谷セリオ8階にあります高岡子育て支援センターの紹介を行います。子育て支援センターはここ音谷セリオに移転開設して3年目に入りました。多くの方に広く知っていただき、今もたくさんの親子ご家族の皆さんで大変にぎわっています。平日は特に0歳1歳の小さいお子さんが多く、4、5ヶ月ぐらいで出かけてこられます。ママ同士も話が広がり、情報交換の場となったり、遊びを通して子どもの成長を見守ったりできるようです。子育て支援センターでは子育てのサポートやアドバイスとして様々な育児教室を開催しています。その具体的な内容について紹介したいと思います。まずそれぞれの専門分野の講師によるものを紹介します。ハッピー教室では歯科衛生士から虫歯予防などについて聞き、実際にお子さんと歯磨きの仕方を行います。離乳食セミナーでは栄養士に話を聞き、お子さんとママも試食します。リズムの広場は音楽院の講師とリズムで遊んだり、リトミックを楽しんだりします。すくすくトークという名前で精神保健福祉士の先生や児童福祉学の先生と子育てトークを行い、さまざまな育児相談にも応じていただいています。また救急救命士による SOS 救急セミナーではお子さんの事故予防についてや心肺蘇生法について学ぶ機会となります。インストラクターの方による楽々フィットネスはママたちのリフレッシュとなり、とても好評です。次にお子さんの年齢に応じた遊びを中心とした育児教室を紹介します。これらは子育て支援センターのスタッフが行っています。まず8ヶ月のお子さんだけの8ヶ月赤ちゃんの集いから始まります。これは看護師によるタッチケアの方法や危険予測について、また親子の触れ合い遊びの紹介、そしてママ同士のフリートーキングなどを行っています。9ヶ月から11ヶ月対象のハイハイよちよちベビー、1歳からのハイハイよちよち1歳、1歳半からのルンルン広場、2歳半からのワクワク広場と続きます。それぞれ同じくらいの年齢の子どもたちが集まって楽しく親子で遊びます。気候のいい5月と10月には青空広場として戸外の青空の下で開催しています。この5月からはここ音谷セリオ屋上にセリオスカイガーデンとして芝生広場がオープンし、8階からの見晴らしのいい場所で行えるようになりました。とっても気持ちよかったですよ。先生の対応も親としてはすごくありがたいものが多いので、頻繁に利用させていただいてます。ね、ここも楽しいね。また双子三つ子の集いに参加される皆さんは、双子ならではの喜びや工夫などを共有できる機会として、お子さんの成長を確認しながら有意義な時間を過ごしていかれます。その他、身体計測と健康相談や身近な素材を使っての手作りおもちゃ作り、お話ボランティアによるお話広場なども毎月行っています。またイクメンパパを対象にしたパパの集いも好評です。育児講演会として関西子ども研究所の原坂一郎氏による講演会、ハッピー子育てアドバイスの著書で有名な明橋大二氏のハッピーパパママ講座も計画しておりますので、多くの皆さんのお越しをお待ちしております。他に季節のコンサートを企画しています。親子で心豊かな感性を育む場として人気となっています。これらの育児教室は毎月の広報誌市民と市政でお知らせしています。直接子育て支援センターに来られるか、お電話でお申し込みください。センターの職員には保育士と看護師がいて、
お母さん方との会話の中で育児のさまざまな悩みや相談ごとに応じています。身近なほんのささやかな事柄、体や健康に関することなど気軽に声をかけていただければと思います。皆さんで子育て支援センターに遊びに来てくださいね。お待ちしてます。